朝はまず白湯を飲みます。それから前日に片付けた洗った器が机の上に干してあるので、それをまずカゴだったり食器棚に片付けます。洗濯機は二槽式を使っています。洗濯液が使い回せるので、まずは軽い汚れのものから洗っていきます。次に朝食を作ります。朝食は毎朝卵料理がメインと決まっていて、で残りはご飯と味噌汁などの汁物類と常備してあるおかずを出します。私は昼食と夜だけ食事をとっています。娘と主人が出かけるので見送ります。その時ついでに玄関掃除も済ませてしまいます。朝食後、台所の片付け、ついでに野菜を切っておきます。これは、カブなんですけれども、皮と中の実の部分、それから葉っぱの部分を4種類の切り方でカットしておきます。するとこのまま晩ご飯の時にもさっと使えますし、翌日以降のおかず作りにも活用できます。ここで2回目の洗濯を回します。1回目に使った水が残っているので、これを再利用して2回目の洗濯をします。2回目は汚れの重いものや柄物、色物などを洗濯することが多いです。前日の洗濯物を片付けて、今日の分の洗濯物を干します。洗濯機から取り出してからそのまますぐ干すのではなく、一旦振りさばいてからカゴに入れて畳んでシワを伸ばしておきます。こうすることで洗濯を干す時もスムースに干せますし、シワも伸ばせます。
それから掃除をします。基本的に毎日はほうきとそのほうきで集めたゴミをハンディクリーナーで取る程度で済ませていますが、週に一度はまさらな気持ちに戻りたくて床掃除ですっきりさせています。家事の終わりに台所の天板と机の上はまっさらに何も置かないようにしています。そうすると次作業するときに取り掛かりやすいですし、仕事終わりのとき自分がちょっと嬉しくなるので続けています。休憩も終わったのでいよいよ仕事をスタートさせます。まずメールの返信からスタートしています。一番一日の中で頭がクリアに働くのと、スピーディーに仕事が進むので、この時間にまとめてぐっと集中してやるようにしています。こんな風に朝はぐっと集中して家事をやっているんですが、だいたいこの朝の数時間で、1日の8割ぐらいの家事をやるようにしています。というのもやっぱり大好きな仕事なので、仕事にぐっと集中したいのと、それからやっぱり夜は家族とゆっくり過ごしたり、大好きなお酒を飲んだりしてゆったりと過ごしたいので、朝頑張って仕上げるようにしています。